こんにちは、ハルです。今回は Excel で作成した資料を印刷した際に挿入したテキストボックスやグラフの位置がずれてしまう時の対処方法を演習していきます。どのようなことをやっていくかというと、例えばこちらにセル範囲に構築した表と隣接するテキストボックスがきれいに並んでいますが、これを印刷した結果、今ワークシート上で見えているものと比較して配置が少しおかしくなることってたまにありますよね。大抵の場合、いちいち印刷プレビューを確認したり、実際に印刷してみないとどれだけずれるかがわからないので、非常に手間がかかってしまいます。そこで今回は、挿入したオブジェクトをシート上で編集している通りの位置関係で出力するテクニックをご紹介していきます。余計な時間をかけずに資料作成ができる便利なエッセンスですので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、ビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて編集しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは早速やっていきましょう。作業としては非常に簡単です。まずは対象のオブジェクトを選択します。この状態でマウスの右クリックを押します。すると開かれたメニューの下の方に図形の書式設定という項目がありますので、これをクリックしましょう。ワークシートの右側に図形の書式を編集できる画面が出てきました。続いて、現在デフォルトで開かれている塗りつぶしと線を右端のサイズとプロパティに切り替えます。そして、その中からプロパティを選択します。そうすると、セルに合わせて図形を移動するかしないか、もしくはサイズの変更をするかしないかを指定できるチェックボックスが出てきます。現在はセルに合わせて移動やサイズ変更をするにチェックが入っていますが、セルに合わせて移動やサイズ変更をする、もしくはセルに合わせて移動するがサイズ変更はしない、このいずれかのオプションを選んだ場合、印刷した時に図形が拡大されたり挿入される位置が移動することがあります。そのためワークシート上で編集している通りの位置関係で印刷したい場合は、こちらのセルに合わせて移動やサイズ変更をしないを選択しましょう。それではここで印刷プレビュー画面を見てみます。この段階では作成した表と挿入したテキストボックスがきれいに並んでいますね。あとはプリンター側で標準のフォントがサポートされている限りはレイアウトがずれることなく出力されます。なお、作成した資料において対象の図形がたくさん存在する場合、一つ一つプロパティで設定していくのは面倒ですよね。そんな時は資料全体に存在しているオブジェクトをまとめて選択してしまいましょう。一度図形の書式設定の画面を閉じて、リボンのホームタブにある検索と選択のアイコンをクリックします。するとその中にオブジェクトの選択という項目があります。これを指定しましょう。マウスカーソルの形が矢印のマークに変わったことを確認したら、いつもセル範囲を選択しているようにマウスの左クリックを押しながら、ワークシート上に存在しているオブジェクトを全てカバーできるように範囲選択をしましょう。これによって全ての図形がアクティブになりますので、ここで右クリックを押します。そしてオブジェクトの書式設定を選択すれば、現在アクティブになっている図形の書式をまとめて編集することができます。参考までに覚えておきましょう。以上のように今回は印刷の際に挿入したテキストボックスやグラフの位置がずれてしまう時の対処方法をご紹介しました。図形の書式設定からプロパティのメニューを編集するだけで、印刷プレビュー画面をいちいち確認したり、実際に何回か紙焼きしたりと、そうした手間を減らすことができます。Excel で作成した資料に特定のオブジェクトを挿入する機会があれば、ぜひ試してみてください。このようにこのチャンネルでは、ビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。